筋力トレーニング、その100年の歴史を振り返り、ポイントとなる出来事について紹介していきたいと思います。今回紹介するのは、1900年代に広がりを見せた高負荷低回数制について解説したいと思います。1900年の初めには、高負荷低回数制のトレーニングというのは一部の力技家の間で取り入れられていました。それは1891年の第1回世界ウェイトリフティングや、1901年と1903年、そして1904年に開催されたヨーロッパ選手権大会での選手たちのインタビューやトレーニング方法などから伺い知ることができます。力技家として1920年頃に活躍したドイツ人ガーナーは、トレーニング方法として次第に重量を高めていきながら反復回数を減らしていく方法を紹介しています。また1950年頃に活躍したイギリス人のホーリリは、強くなるには重いウェイトを用いて少ない回数しか持ち上げないトレーニングを全身的に進めていくに限るとコメントされています。このようにガーナの時代とホーリリの時代のトレーニング方法に違いはなく、共に高負荷低回数制のトレーニングを実施していました。1964年にアメリカのウォーリスとローガンが、体に何らかの運動負荷がかかると、それにふさわしい形の適応が起こる、これを SAID の原則として公にしました。このように1950年以降、高負荷低回数制のトレーニングが広まります。そして筋力トレーニングのシステムも1950年頃を境にして次々と新しいものが開発されます。さらにこれまで経験則で語られてきた筋力トレーニングの方法に科学的な検証がなされるようになりました。このあたりの話は次回以降に解説していきたいと思います。今回はこのあたりで終わりたいと思います。ありがとうございました。